長、俺芸で食っていきます。よし、コントをして食べ物をもらうという新企画、これを始めよう。いや、芸で食べるってそういうことじゃないんですね。キャム TV シリーズ第2弾、旗を作ろう。これから毎週新作コント。もう嫌や、もう言わんかったよかった。寒い寒い、今3月なんですけどもね、急に寒くなってきたんですよね。こう自分でこう来るなって分かっとったら構えることができるんですけど、急にこう気温が下がったら構えてないから余計に寒く感じちゃうんですよね。のお話変わりますけども、この芸の道もあの日に俺は成功するということが決まってたらどんなに楽かと、そう思います。うるさいな、うるさいな。はい、お便り読ませていただきます。風のせいなのか、首をあちらに振っておしゃべりされた時はすごく聞き取りづらかったですね。カメラワークですか、正面に置いてもらえるとどこからでも声がバッチリですし、何よりも笑い声が大事ですよね。ネタはおもろかったですせ、カメラの向きとか、編集しとって気づきました。向こう向いてたらもう全く入ってないんですよね。いや、これも一人でやってるってところの欠点なのかもしれないですけども、まあ今後ちょっと気をつけたいと思います。頑張ってください。AH さん、32歳の方。時間がなく今まで正直全く知らなかったのですが、これからちょっとずつチャンスがあったら気にしてみようと思います。偶然見つけたサイトに興味が湧きました。ありがとうございます。まあ、偶然見つけることとかもあるんですね。内容が充実しててとってもいいと思います。いつも楽しく見てます、といろいろ来てます。皆さんありがとうございます。お便りどんどん募集してますのでお願いします。はじめの言葉です。本日はお日柄もよく、絶好のキャム TV 収録日和もう天気のこと絶対入れてくるんやな。もう運動会の校長先生の言葉やもん。湯上がりでさっぱりしたところで、いや、これなんか族みたいな感じで、まあ言うてますけど、これ1週間ごとに撮ってますからね。もう湯上がりはもうサメサメやわ。ということで、岡山県を縦横無尽、ご当地の特産品も紹介しつつ道の駅へ。まずは、笠岡ベイファーム。地図添付したかも。どこにあんねん地図ないわ地図。なるほどね、道の駅だからこの車で行けるということやったよね。なるほど。ゴーウエスト、カブトガニ。どういうこと？あ、そういうことですね。カブトガニってことですね。ニにかけてるんやね。いや、ニに対して4文字使う。本日も晴天なりということで、今日は、道の駅ですね。はい、笠岡ベイファーム、地図添付されてないんで、まあスマートフォンで調べていきます。もう今は便利な時代なんでね、何でもスマートフォンがあれば調べていくことができます。行ってきます。まだ目的地ついてないんですけど、すごいものを発見してしまいました。カブトガニ博物館。笠岡ってカブトガニが有名みたいです。だからあの時カブトガニって言ったんですね。いや、そんな知らんわ知らんわ。いや、一応、あ、これのことなんやってちょっとびっくりしたんで、ちょっと寄ってみました。カブトガニ博物館。着きました。着いたんですけどね。はい、まあまあいつも通り何の連絡ももちろんしておりませんので、どういう風にしよう。あのイベント開催って書いてるのぼりは僕のことではありません。自分で勝手にやっておりますので、はい、もしよかったら高谷さんパセ、ありがとうございます。
ました。本当にありがとうございます。よろしくお願いします。1週間に1回いろんなところで新しいコントをしていくということで、今回はここ、ベイファームの方でさせていただくことになりました。お客様にお知らせ申し上げます。ただいまより芸人高谷さんのコントライブを開催いたします。正面入り口で開催いたします。ありがとうございます。観覧ご希望。こんな風に歓迎されたことは初めてなんですごく動揺しております。コントをさせていただきます。コントありがとうございました。もしよかったら、インターネットテレビで。どうしよう。これあれやの、もらうの忘れてた。あ、たぶんこれ食べてください。あ、いいんですか。どうぞどうぞ。完全に忘れてたんですよ。それ言わないのにこんなんいただいて本当に。やりました。よかったよかったよかった。なんとか企画を成立させることができました。ありがとうございます。あ、駅長の池田です。池田様、はい、駅長って言われるんですね。そうですね、道の駅なんで駅長です。はい、この周りでたくさん今いちごが生産されて、いちご、はい、いちごが有名なんです。そうなんです。美味しい。っていうか、いちごの味すごいしますね。そうですね。結構これ風味だけやったりしますよね、こういうソフトクリームって。ほんまにいちごの味します。でかいですね。あと色がすげえ赤い。岡山県で推奨してる品種がこの夢の花っていう品種で、はい、ちょうど今の時期に美味しくなる品種なんです。甘みと酸味のバランスがもうすごくよくって、しかもこの浅野さんっていう人が作ってるんだけど、はい、この人がもう人気の生産者さんです。こういう名前が載ってるってなんか安心感ありますし、そう、ね、よかったら1個ちょっと食べてみてください。いい、はい、食べさせていただきます。大きい、まずですね。あった？うまい。めちゃめちゃうまい。さっき言われてた酸味と甘さのバランス、はい、ものすごい感じます。でしょ、うまい。社交心情。社交心情。中にね、キクラゲとか、はい、いろんなものが入ってて、ちょっとこう薄切りにしてお刺身醤油で食べていただいたら美味しいですね。なるほど。終わりの言葉です。ここはね、笠岡ベイファームの、すぐ近くにある。てかもうすぐそこに笠岡ベイファームあるんですけど、菜の花畑。まさに人生は旅のごとし、その童貞におけるオアシスこそ道の駅であるかも。これなんかこの言葉の感じ、これシリーズ化する感じしますね。男児志を立てて共感を得ず、学もしなるな群馬また帰らず、骨をうむる伊豆くんぞ帰せん墳墓の地、人間至る生山ある。結晶。難しい言葉並べるな、ほんまに。まあでも、まあ前と違ってなんとなく意味はこう感じることはできますよね。結晶さん、お知らせです。ありがたいことです。まああれだ、腐らずに常に前向きに行こうぜ。お天道様は見てくれている。どんまいどんまい。まあ、どんまいどんまいって言われてますけども、今回はほんまにね、笠岡ベイファームさんの心の優しさでやりやすかったな。次の道の駅もこんな感じやったらいいね。まあそう甘くはないでしょう。コント偏った教育。みんなこっちちょっと注目して。はい、今日は
終わりの会始める前にちょっと先生伝えたいことがあります。今日先生教室入ってくる前にルリちゃんが泣いているところを見てしまいました。クラスのお友達が悲しんでるってすごく残念なことだよね。じゃあルリちゃんになんで泣いているかちょっと聞いてみよっか。ルリちゃん話せるかな。ガンタくん、ガンタくんか。ガンタちょっと前出てこい。ガンタがどうかしたの。ガンタくんのランドセルの中からバーっていろんなものが出てきて。ガンタお前何しとんねん。ランドセルが閉まってるか閉まってないかちゃんと確認しとけよ。そりゃ閉まってなかったらおはようございますって言うた時全部出てくるやろ。カナ君ところが顔に当たった。そんなん知らんわ。ちゃんとしとけ。怖かったな。ルリちゃん他には何もないかな。音楽の時間にリコーダーを吹いてて。レストラン2名様でお待ちの親御様。まあこういうこともあります。リコーダーなんで吹いとんねん。いやお前それで女の子たちが私のやつと交換されとったらどうしようと思ったらどうするねん。なあ、いやそんなお前あれやで、みんながしとるからってするんちゃうで。お前修学旅行の時になぜか流行るサングラスとかネックレスとかお前同じように買うんか。そんなことするからな個性のない時代とか言われるんちゃうんか。お前ちくわに穴開けて吹いとけ。大丈夫やった？他に何かないかな。朝礼の時に校長先生の話真面目に聞いてて。お前何真面目に聞いとんねん。お前みたいなやつがおるからな調子乗ってなかなか喋るんやろ。校長先生の話の良し悪しっていうのは長いか短いかだけやねん。誰もあんな話聞いてないねん。話の中でって何か言うたかそれだけ数えとるだけやねん。なあお前あれやで、お前すぐに倒れてしまえばええねん。な誰かがやるんでなくまず自分から一人の小さな決意がみんなを動かしていく by AC ジャパンや。覚えとけよ。他にないかな。体育館の上にいっぱいボールが挟まってて。お前なんやねんあのボールは。なんであんないっぱい挟まっとんねん。お前あれを救出しようとしてボールを投げるな。それでまた第2第3の被害者になるんやろうが。他にみんなないかな。はい、黒板消しから永遠にチョークの粉が出てきます。はい、いつの間にか上靴の下に押しピンが刺さっています。お前なんてことしてくれとんねん。なあ謝れルリちゃんに。ほんでみんなに謝れ。みんな覚えといてよ、クラスの学級目標は差別のないクラスです。どうもありがとうございました。